昨日で終わりだった俺見たら昨日で夏の移籍終了。あとは育成型だったらできるってことでしょ。育成型いつでもできるってことでしょ。育成型いつでも何歳か23歳以下23歳以下はシーズン時期関係なく移籍できるってことです。うーしエリすごいことになってんの、ね、今日ユイチスタメンなんだけど、こっちですか。見たいっすね。見たいな。いや見たい実際な平野すげえな、見たいな。もう夏の移籍の注目は平野だね、完全に俺は平野じゃない。あ J2 から J1 に行った選手で注目は、いや結構おらんちょいちょいいるね。水戸から3人行ってるやん、J1 に。俺はあの秋田のサイドバックのやつと鈴木純也と優一はチェックするんだろうな。でさ鈴木純也今日もベンチ入ってたね。ベンチ入ってた。水戸3人、3人J1 行ったってことでしょ。水戸はすごい、3人すごいよね。前にさで左もやる。まあ両方できるっちゃできるだよね、うん、俺映像めちゃ見たもん。対戦する時岐阜で一緒にやってて、めっちゃいいんでしょ。いい、能力高い。高野が珍しくさ、試合前にこいつマジいいっすよマジ能力高い。高野あんま言わないから軽くじゃん。マジ能力高いっすよ。いやでもこの後半分注目は神戸。神戸、神戸えぐいなすごい神戸えぐいな。マジさ、いる選手からしたらさマジきついよね。確かにフォワードの前前線はしんどいねマジできついよね。本音から言ったらさ、普通さ、夏の移籍ってさ、もうほんと今の状況を見てそこに足りないところに補強していく形だからさ、まずチャンス来るじゃん、基本的には。だけど入ってくるの難しい。いや難しいよ、自分の特徴ドリブラーとかやったら、うん、そんなあんまチームの特徴関係ないかもしれないけど、周りを生かすような選手はほんま難しい。まあ周りありきじゃないけどさ、周りも大事だもん。カナダの時どうだった？水戸の時俺知ってるからさ。カナダは最年長キャプテンの人が結構偉人の好きな人で、うん、その人が結構回せた、入れてくれた。ああ、それはそういうの助かるよ。いじってくれて、うん、もういじられないとちょっとあれだもん。移籍きつい。移籍きついでしょ。怖い先輩もういないの、うん、いないでしょ。そう、おらんと思う。琉球来た時とかも全員優しすぎてもしさ、この特徴ある練習、難しい練習とかする監督だったら難しくない、うん、なんかもう決まったこう、ね、そうそうそう、練習が難しいからあれだけど。でも岐阜の時は大きさ、うん、緊張した。緊張した最初だったからでしょ。初めて移籍やって。何歳？22になる年やね。初めてガンバ以外でやったってことでしょ。そう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 、緊張する。19年移籍するまでのさ、あでも育成型だとちょっと違うよね。別に期間がさ関係ないからさ、 その期間がないじゃん、うん、夏だとさもう次行きたいからもうすぐ決めてみたいになるじゃん。でも俺その岐阜の話来て、代理人が電話来て、うん、行きますってその場で言った。え早くね、迷わないで、うん、え、その初めて聞いた時にもう行きますって言ったの、うん、4日ぐらいでもう次のチーム行って、うん、早っ。もう移籍で即決したことないけど悩む。え、もってバカ悩むでしょ。悩む。俺もずっとうねうね悩むんだけど、あーどっちかなとかさ。いやここは去年ここは一瞬悩んだけど。一瞬でしょ。うん、俺いつもなるべく時間くれ状態になっちゃうんだけど、分かんないから。何人かには相談した、うん、先輩に。こうやくん、岐阜でこうやくんってやってたから、こうやくんにもラインした。ああ知り合いいるとね。そう、一回連絡してどういう感じっていうの聞くよね。うん、ケイタくんに聞いたの。何か琉球聞いてたでしょ。もう聞いてたでしょ俺に。琉球どうすか、サッカーのこと聞いた。聞いてたよ。もうあの移籍切り目入る前にどうすか琉球とか言って俺めっちゃ聞いてた。でもさ冬だともうちょっとその悩む時間ちょっとあるじゃん。夏だとあんまなくない、うん、もうないよ。ないよね。だってもう相手チーム側だってさ、もう次のやつ行きたいってなるからさ、うん、夏移籍するんですか。
夏あるよ、琉球に戻ってきたと思う。でもめちゃうねうね悩んでたよ、とか最初俺全く水戸移籍して1年目だったから、全く移籍する気なかったけど、J3 のチーム何チームかって琉球から話があった時に、まあ行ってもいいかなと思って監督に電話したら行くって。その時監督誰？琉球で、ジョンソンさん。もう俺琉球やってた監督だったから。ああ、そうそうそう。ずっと試合出れない状況からさ、試合出れるって想像したらさ、めちゃめちゃテンション上がるじゃん、すぐ。もう来週試合あるって思ったら、リアルに沖縄に住むなんか、これこっちは思ってなかったからさ、まず、引っ越し大変やった。引っ越しは大変だよ、夏の。あ、夏だと余計大変だよね、車をどうやって持ってるか分からんし。車フェリーに積んで、俺だけ飛行機で来て自分で取りと、うん、港まで。そう、で、レンタカー借り取って、その間は車来たんが10日ぐらいかな、台風と重なって。俺そう、まあ、台風で行ってたもんね。そうそうそう、仙台から金沢の遺跡余裕じゃない、距離的には。え、でもその時車は持ってなかった、持ってなかったの。金沢で納車。それはそれで楽や、楽じゃん、移動させなくていいもん。自分だけ移動すればいいってことでしょ。で、寮とかすんの？寮だった、だから。じゃあ楽だよね、寮から寮だったから。で、荷物置いていてから、マジ緊張したな、知らない土地でさ。あ、仙台だったら、それはわかる。初めての運転でさ、初めての車だし、ウキウキした。でもしてた、初心者マックスけど。でも夏さ、最後さ、契約切れる年のさ、移籍したことないからさ、その時結構行くぞと思って行くでしょ。あ、もうキヤ、もうだってもうないじゃん、基本的には。 死ぬ気でいたよな。カーティンさん終わるかもしれないから。そうだよね、そうだよね。いや、なんか涼次くんもなんか水戸に山口から来た時にもう切れる年で肉離れしてたけど、もうこのまま行ったら終わると思って足削りながら試合出てたらしい。涼次くん、あれ普通の人やったらできんわとか。2ヶ月休む。あの人ほんまおもろいよね。結構切れる年ってほんとそうだよね、特に。まあ毎回そうだけどさ、毎年生きるか死ぬかの感じでやってるけど、契約切れる年は余計にそう思う。このままいったら死ぬな。そうそうそう。マジ重いよ。もう時間じゃね？16分結構やね。もう行くか。うん。